皆さんこんにちは、アニョンセヨ編集長マジです。今日は4月 Amazon プライムの韓国ドラマで配信が終了してしまうものを紹介しますということでですね、毎月恒例の配信終了してしまう韓国ドラマについて今日は語っていきます。 Amazon プライムの方で終わってしまう終了作品が結構あります。なので皆さんがね、絶対見逃さないでって思った作品を抜粋してお伝えしていこうかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。本編に行く前に、私今マジュ TV というサブチャンネルをやっております。ショートカットにしてみたりとか、 Vlog だったりだとか、イメチェンしてみたりとか、いろんなことチャレンジしておりますので、ぜひそちらの方もまだ登録してないあなた、早く登録してください。よろしくお願いします。それでは行きましょう。どうぞ。一つ目は4月13日に配信が終了してしまうものが、君に猛ダッシュ恋の行方はというドラマでございます。こちらのドラマはですね、なんと宇宙少女のボナちゃんが出演されているということです。なんとなんとということですね。1970年のテグを舞台にドラマが広がっていくみたいで、衣装だったり主人公たちのファッションだったりヘアスタイルも懐かしさも感じるし、青春時代の甘酸っぱさとほろ苦さが共存するドラマということで、宇宙少女のボナちゃんといえば25、21でね、ユリム役を演じても一躍有名になった彼女なんですけれども、25、21で有名になった彼女だからこそ、このドラマでね、もう一回見るっていうのはどうでしょうか。あと2日ぐらいしかないですけどぜひですね、まだ間に合う方はご覧いただけたらなというふうに思います。二つ目は、奥様はサイボーグです。こちらもね、実は私見たことがないんですけれども、パクハンビョルさんだったりヤンドングンさんが出演されているドラマとのことです。気が強いセレブママたちの中で、融通も聞かず空気も読めないボーグママの奮闘日記が始まっていくっていうことで、ママたちのね、世界のお話っていうことでございました。ママ系の話で言うといろいろね、あるんですけど、スカイキャッスルとかもそうだし、今ネットフリックスで配信がスタートしたグリーンマンズクラブもそうだと思うんですけど、いろんなドラマがね、ある中でもかなり気の強いセレブママが集まっているという風にね、書いておりましたので、ぜひですね、もし子育て系とかセレブママたちの世界を覗き見たいという方、ぜひご覧ください。3つ目は、4月の28日に配信が終了してしまうのがスカイキャッスルです。スカイキャッスル終わっちゃいますよ。 Amazon プライムの民の皆さん、スカイキャッスルがですね、なんと終わってしまいます。こちらトッケビを超える、ね、視聴率を記録し、そして社会的にね、シンドロームを巻き起こし、かつアイドルたちもすごいいっぱいパロディしたりとかして愛されたこのドラマになるんですけれども、学歴競争をテーマに、スカイキャッスルって言って、スカイって言って名門大学があるんですけど、そこに入学させたい親たちが子供の教育方針だったりとか、どうやって育っていくみたいなところでもバッチバチにやり合うドラマでございます。単なるお受験ドラマっていうよりかは、事件もあるし人間模様もあるしみたいな感じで、いろんな方面から楽しめるドラマになっているので、今までちょっと、いやちょっと遠慮だわって思ってたそこのあなたも、ぜひチャレンジしていただけたらなっていう風に思います。ぜひ見てみてください。4つ目は、オクニョです。皆さん、オクニョ見たことありますか？私はずいぶん前に見た記憶があるんですが、オクニョって韓国で生まれ育った女性がいたんですよ。その女性が結構ね、数々の困難に立ち向かっていって、愛と人生を取り戻すっていう波乱のね、歴史長編大作なんですよ。めっちゃ長いです、本当に。だから歴史系って結構長いイメージあるじゃないですか。私自身もすごく長いイメージがあるし、重たいしみたいなのがあるんですけど、この奥にも例外ではございません。めちゃくちゃ重いでございます。なので28日まであるので、ゴールデンウィークのね、始めっていうところもありますし、ゴールデンウィークまでに多分見れないんじゃないかっていうもしかしたら見れないかもしれないなっていう気はするんですけれども、けれども途中でも全然楽しいので、皆さんぜひですね、見ていただきたいなと思います。急いで見てとは言いません、長いので。だけど皆さんの記憶に残る名作であることは間違いないかなと思いますので、時間がある方はぜひ見てください。5つ目が、4月の29日に配信がストップとなるのが、パーフェクトカップルです。パーフェクトカップルはキム・ソウンさんだったりソン・ジェリムさんが出演されているドラマでございます。こちらもね、私実際見たことなかったんですよ。ちょっとあらすじを読ませていただくと、結婚や同棲、疑似婚、離婚、再婚、現代の結婚や恋愛、家族の話をカプスンとカプトルの家族を通じてリアルかつ愉快に描くドラマであるということで、2つのね、家族を通じてリアルに描いていくヒューマンドキュメンタリードラマっていう形なんですかね、きっとね。で、ここではですね、いろんなね、カップルの形があるよねっていうところを歌っていく模様ではございますが、なんせ29日までです。奥によりは長くないので、そういった家族のつながりとか、恋はどう
なっていくのみたいな、新しい結婚の形とはみたいなところが気になる方はぜひ見てください。6つ目は4月の29日に配信がストップとなるのが完璧な妻でございます。こちらはですね、コソヨンさんとソンジュさんたちが出演されているドラマでございまして、優しい笑顔の裏に隠された愛するがゆえの罠みたいなところがテーマにお話が展開されていくお話です。これ実は私まだ見てる途中なんですよ。ちょっとまだ感想できてなくて、物語の全貌はあんまりお伝えできないんですけれども、結構昼ドラ系よ、割とドロドロしてます。結構結構ねドロドロしてるし、結構暗い、まあ、ポップではないって感じなので、ドロドロ好きな方は絶対に好きだと思います。絶対見てとまではおすすめできないけど、ドロドロ好きな方はぜひご覧になってもいいんじゃないかなっていうぐらいですね。正直に言うと個人的な見解なので、ドラマファンの皆さん本当にごめんなさい、私の正直な見解です。7つ目は自己発行オフィスでございます。これ皆さん見たことあります？これ結構面白いドラマです。これは 1% の奇跡とかにも出ているハソクジンさんが出演されているドラマなんですね。でもこの方結構イケメンなんですよ。もうめちゃくちゃイケメンで、かつシナリオはすごい面白くて、余命わずかの負け組の女子契約社員がこれからの人生どのように生きていこうかなっていうところだったりだとか、あとツンデレ鬼上司と恋に落ちるドキュメンタリーなんですよ。ツンデレ鬼上司ってだけでちょっと結構ちょっと見ようかなみたいな、なりません？私はちょっとなっちゃうんですよ。で、最近さ、社内お見合い見ちゃって、で、そっから、社内恋愛っていうのちょっと気になっちゃうなとか、オフィスラブ系ちょっと興味あるなみたいな方、見た方がいいですよ、本当に。社内お見合いを超えるかどうか判断するのはあなた次第です。ということですね、本日は、配信が終了となってしまう韓国ドラマを7つお伝えしました。ネットフリックスだけでなく、Amazon プライムだったり、いろんな媒体でもですね、毎月配信停止の作品がございますので、皆さん注意してね、ぜひご覧いただけたらと思います。ということで、本日もご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。そしてインスタグラムとツイッターと TikTok、 そして公式 LINE もやっております。ぜひ皆さん登録をお願いいたします。そしてまだ私のこのご覧いただいているチャンネルをフォローしていないそこのあなた、今すぐチャンネルの登録をお願いいたします。ちょっとでも共感したりだとか、ちょっといいね、応援したいって思った方、すぐにチャンネル登録をお願いいたします。ということで、これからもですね、たくさん韓国ドラマ語っていきますので、引き続きよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。